久保さん。久保さん。久保さんに一票入れますよ。久保さんが、令和新選組から出るんだったら。全然一票入れますよ。久保哲郎に一票。はい。久保さんには入れます。山本太郎さんにはちょっと入れて、て入れないですけど、久保哲郎には入れますよ。うん。まあ、も、もしくはまあ、久保哲郎さん、久保さんが、まあ、その令和で出るんだったら、あの、なんか、 僕も選挙詳しくないですけど、いや、吉田さん、あの、僕も入れてくれるんだったら、こっちも入れてくださいみたいなのあるんだったらね、なんか、その、令和に入れますよ。うん、だって、久保さんがね、そんな体張ってね、選挙出るんだったらね、そ応援しますよ。うん、もうすごい、結構、すごいストーリーですね。<laughs> マージャン店からネットビジネス、投資家あ、政党みたいなね、すごくないですか。でも、久保さんもなんか、あの、 もう飽き、隠居飽きたんじゃないですかどうすか <laughs> どうすか久保さん。隠居飽きてきてるじゃないですかそう。もうマジで出た、出,出てくださいよ。<laughs> ね、だって久保さんだとあと YouTube でいろいろできるじゃないですか。うん。多分いろいろできる。だって他の政治家さんと違って、めちゃめちゃ発信できるじゃないですか。いろんな訴求で。だからね、あれじゃないですか。うん。 いや、僕もあと紹介しますよ。あの、久保さん、あの、すいません、一票お願いします、みたいな、あの、僕も万宣してもいいですよ、全然。久保さん、本当に出るんだったら。あの、久保さん出るんで、皆さん、ちょっと、あの、久保さんに一票入れ、まあね、微量ですけど。多分、何人か入れてくれると思いますけどね、そしたら。うん。身内を入れてくれるんじゃないですか。その、まあ、僕のファンの人とかはね。うん。僕のファンの人は久保さんも知ってるだろうし。うん。 いやあ、久保さん、出たら面白いですね。<laughs> いや、すみません。僕は絶対出ないですね。今のところは。まあ、考え方が変わるかもしれないですけど、変わらないと思います。まあ、でも10年後わかんないですからね。うん。僕もね、うん。18年前こんな生活してるとは思わないですからね。そう。 まあ憧れはありましたけどね。パソコン一台で自由な暮らしっていうのは憧れはありましたけど、本当にそれができるとはやっぱ、ね、そのリアルじゃなかったですからね。やっぱインターネット上の世界でいん、なんかその、こっち側じゃないですか。今はもうそっちの世界で、まあこっち発信してますけども。うん。本当に今どこでもできますからね。そう。今北海道ですよ、久保さん。北海道。<laughs> 今日の朝、鹿児島いたんのにな、みたいなね。北海道ですね。そうで。北海道来てもやること変わんないみたいなね。<laughs> 北海道来てもやること変わんないっていう。でもね、やっぱ昔に比べるとめっちゃ便利ですよね、スマホが出て。だホテルとか、まあ Google マップとかね、昔スマホなかったですけど、今なんかもうスマホアプリでね、まあ、どこでも行けるし、マジで。Google マップでどこでも行けるし、電車もいくらでもわかるし。 ね、ホテルも当日アプリからピッてすぐ予約できるし、うん、このホテルも今日撮ったんですけどそう楽天トラベルのアプリからね、えー、本日検索してピッてめちゃくちゃあれですね時代ですねだからその昔はガラケーの時とかに比べると今スマホが出たことによって本当全国 自由に行き来しやすくなりましたね。現地に行ったい、行くのにも行くにしても、瞬時にやっぱいろんな情報取れるんで、いやーもう、ありがたいですね。うん。そう、北海道はね、なんかね、あの、いいっすね。あの、なんだ、涼しいです。なんかその、あの、湿気がないっす、湿気が。 そうちょうどいいまああったかいっすけどあったかいけどじめじめ感がないっすねじめじめ感がないうんいやー明日はねちょっとねあのここはね温泉があるんで撮ったんですけど明日ちょっとあの絵的な部分でなんかちょっと高いホテルでも行ってこようかなみたいな <laughs> 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 まあその空きを見てね いやありがたいですね。どこでもできるっていうのは。本当に。<laughs> 本当にありがたい。しかもね、ここのホテルめっちゃネット回線早いんですよ。めちゃくちゃ早いです。あの、百あの、計測したら150ぐらいで、160と150ぐらい出てたんで、めちゃくちゃ早いですね。4K 動画も多分普通にサクッと上がりそうですね。150、60出てるんで。めっちゃ早い。 うんはいでは